そうは言ってもエッチングを早く終わらせるってめっちゃ難しくないですか？どうも、ジュランレーシング代表の小林俊介です。前回の、動画で後傾との正しい向き合い方っていうような動画をアップしたんですけども、その中で、後傾っていうのは後傾を直そうとするんじゃなくて直らないようなリズムで滑っているってことが問題であるっていうような解説をしたんですけども、その動画のコメント欄にじゃあどうやったらそのリズムがつかめますか、具体的な、ね、内容を知りたいっていう方が多かったので、ちょっと今日はね、そのアンサー動画みたいな感じで解説をしていきたいと思います。さあ今日もやっていきましょうか。だんだんなんか学校の先生みたいになってきたな。ちょっと前回のおさらいからいきましょう。前回は、こういうターンがありましたと。で、ここに番号を振って、ここが2番。ここが3番ですよっていう、まあ、こんな内容をして、まあ、多くの人が後傾が起きるっていうのは、2を過ぎたあたりからここ。もっと言うと、この後傾したものが、直接こっち側に、影響を及ぼして、ここの少し太くなった部分が、一番やっぱりみんなが不安に感じている部分だということから、ターンの、マキシマムがこの2番のところで迎えてくださいよと。で、ここで10の力が、かかったとしたら、ここからもう9、8、7って減ってきて、ここで0を迎えてくださいっていう、まあ、逆に言うとここが0だったら1、2って始まって、ここで9、10になる。そんな、動画をアップしました。これ、理論的にはまあ確かになっていうふうに思うんですけども、具体的にじゃあどうやってここでマックスが迎えられて、ここから減っていくのかと。で、一番押しが落ちるところではもうターンの荷重が抜けてる。どうやったら具現化できるかっていう、まあ問題そこっすね。で、今日お話しするのは、どうやったら具現化できるかではなくて、どうやったらできないかっていう、ちょっと逆の視点から、ちょっとかなりね、細かいことを迫っていくんで、ちょっと楽しみにしててください。さて、解説していきまーす。ですね、考え方として、いつも通りの、こういう、ターンがありましたと。で、ここで、ちょっと考えてほしいのが、ここが、まあ、1、2、3、っていう風にあって、で、このターンで、コマ、として、ちょっと考えてほしいです。ここが1コマ目。2つ目。5つ目。まあ、こんなね、コマがあります。で、ちょっと考え方として、例えば、ま、こんなコマが、あなたに与えられるとします。で、このターンは、R、例えば15メートルですよっていう、このターン、15メートルっていう、まあ、一つの規制が入ったとしましょう。で、それであなたに与えられた、このコマは5つですと。で、ここに当てはまる内容を答えよという問いですね。ちょっと数学的に言うと。で、例えば、ここが、まあ、僕は、前回の動画で言った、ここ0になりたいと。で、ここに10の荷重。で、ここでまた0にしてほしいですよ、というような、ことですね。R15 メートルで、ここが0、ここが10、ここが0。で、ここに間に、このマスに入る、やるべきことを答えなさいと。いう、まあ、こんな、問題だと思ってください。で、この中で、やるべきことを考えるです。まあ、これは、まあ、例えばの話なんで、何でもいいです。人それぞれによって、例えばこれが、コマが5個じゃなくてもいいんですよ。10個でもいいんだけど、例え話として、こういうロジックだからできないんですよっていう、一つの例題だと思って、ちょっと聞いてください。例えば、ここで0になるから、ここの一番最初の、この1っていうところは、じゃあ、ここに、隣に書いておきます。1って。1は、荷重を抜く。荷重を抜くっていうことが1に入りますと。で、じゃあ2は何ですかっていうと、2は、捉える。はい。で、じゃあ3は何ですか？はい。3は、マキシマム。だとします。はい、じゃあ4は何ですか？マキシマムによってスキーが走る。ほんと何でもいいです。で、最後5。5はもう、また0に戻ってくるんで、まあ、ここでのものが、まあ、そのまんま、こっちに入るのかなと思うんですけど、荷重を抜く。まあ、こんな内容の、まあ、要は、トゥードゥですね。やるべきこと。やることリスト。トゥードゥリストがありますよっていう、まあ、こんなイメージだと思ってください。まあ、こんな図が出来上がったんですけども、ここで、まあ、これ順番1、2、3、4、5って書いたんですけども、ちょっと実はちょっとこれ、僕が伝えたいニュアンスとは違って、
ですね、この1っていうのは、まあ、あの1、順番っていうのはまあその問題じゃなくて、ここっていうのが、まあ、要はこの長さですね。これがあなたに与えられた尺だと思ってください。だから、まあ、ちょっと順番は、まあ、消していくんですけど、まあ、要はここのマスが、例えば、1コマ。で、これも1、1、1、1。要は、この、1たす1たす1たす1で5、トータルイコール5っていうもので、R15 メートルの、ターンを完成させなさいっていう。まあ、要は、言われてることはこういうことなんですね。で、考え方として、例えばですよ。僕は、この2番の捉えるというところが、ちょっと苦手だという人がいたとします。で、要はここですね、この捉えるっていうところはちょっと苦手なんだと。で、苦手っていうとちょっとあの解像度低いんで、これをさらに細かく細分化していっていくと、捉えるというものに 1.5 の時間がかかってしまうっていう考え方するんです。だから、ここ111って全部並んでるんですけど、僕ここ 1.5 になっちゃうんですよね。っていう。ってなると、もう勘のいい方は多分わかると思うんですけども、ここに R が15メートルで完成させようっていうこの図に対して 1.5 っていうと、ここに 0.5 のコマを増やさないと完成しないですよね。というか 0.5 のコマをここに増やしたとて、R が15ですよと、この縛りがあるので、これって反則なんですよ、ルール違反。ってなると、これを R15 よりももうちょっと尺くださいよっていうようなリクエストしたくなりますよね。ここ 1.5 なんだから。ってなると、まあ何でもいいんですけど、ここからギューっと始まって終わったターンが、例えばグググググっとこっちに行って少し楽をさせてくれたら、この 1.5 のつじつまが合う。要はこの 1.5 分だけ距離をくださいよって話になります。こういうこと。例えば、ここから、ぐーっと、ちょっと遠回りをして、こっち側に入らさせてくださいと。この距離、この距離を、僕にちょっとボーナスとしてくださいっていう。例えば、捉えるというものが不得意なっていうだけで、要はその、やることリストが1個増えちゃうんですね。例えば、これが捉えるじゃなくてもいいんですよ。この荷重を抜くという、この一番最初のパート。ここで、しくじったと。要は、こっちからぎゅーっとターンが来る。こっちがターンが来るんですけども、ちょっとお尻が落ちた状態で入っちゃって、ここがうまく荷重が抜けなかった。で、この付けをどこかでプラスしないといけない。っていうようなことが発生してきちゃうんですね。だから、この R15 っていうのは、例えばこれ分かりやすく言うと、もうここにポールが立ってますよと。ポール立ってて、で、次のところにも、もうポールが用意されてますよと。で、まあ、近年技術戦の、小回りなんかもそうですよね。大回りもそうか。まあ、ここにちょんちょんちょんとこういう等間隔があって、ここの中でこういう風にターンをしてくださいという規制種目みたいなのありますよね。要は全くポールを滑ってる状態と一緒だと思うんですけども、なんで自分は人よりもオーバーターンしてしまうのかとか、っていうのが理由としてはこれが起きてるんです。与えられてる尺っていうのは、ここをポールをこうやって滑んなきゃいけない。この規制のところをこういう風に滑んなきゃいけないって決められてる状態ではあるんですけども、捉えるという、作業がちょっと不得意なために僕ちょっと 1.5 の尺が必要ですと。あるいはいつもここはお尻が遅れて入ってきちゃうんで、ここの捉えっていうのはもうちょっと尺欲しいです。みたいなことが起きてしまうと、R15 で曲がれないんですよね。ってなった人が、少しオーバーワークして、この分ちょっと僕に距離くださいと。舵を抜くっていうところは、こいつもちょっと 1.5 僕時間かかっちゃいますと。この 1.5、1.5 になってしまうと、この 5 と 0.5 と 0.5 を足し殺すと1になりますよね。この1の尺が、例えばまあ大雑把に言うと、どこかで用意されない限りは、この人 R15 で滑れないんですよ。でも、例えばここにポールが立っている。で、規制種目がこの横にポールが立ってるってなった時に、どうしてもそこを曲がらないっていうような条件付きになった時に、どうしても、話を戻すと、本当だったらここでマックスを迎えたいのに、ここから、9、8ってやってきたいのにも、それはわかるんだけども、それができないってこと。じゃあ、どうするのかっていうと、本当にこの後は地道な練習になってきます。この、じゃあ、捉えるという作業を徹底的に正確なものにしていかなきゃいけないと。やはり、マキシマムというとこのポジションを徹底的に改善していかなきゃいけない。っていうことで、一つ一つ改善していくことで、この尺が、どんどん少なくなってくる。今はこれ5個僕尺書きましたけども、本当に上手な人は、じゃあ3つの尺で全部完結してしまいますって人もいるわけです。
どういうラインを通るかっていうと、当然ながらこのライン通らないですよね。3つしか尺が必要ない人は圧倒的にこの、例えばもうこれが例えば 0.5 で全部済みますよとかっていう人がどういうラインを通るかっていうと、通常のこのラインよりも急カーブができるんですよ。だからこの内側から来てキュイって回って次の内側に行くっていう、要は圧倒的にこの距離っていうものが短いってことです。だから例えばレースだともうこれが顕著に表れてますよ。もう本当にポールが立っていてこのラインがつくんだよ。で、上手い人ってなんであんなまっすぐ突っ込んでも曲がれるのかなとか、あるいはこの技術戦でも感じてる人はいっぱいいると思うんです。なんであの人はあんなにキュインと小さいターンコで小回りができるんだろうとか、なんかいつの間にかターン終わってるよなっていう人は3個まで滑れるっていう人なんです。だから目指さなきゃいけないのはこの、与えられている尺、このコマ数を、できるだけ減らしていくってことですね。まあ、これはもうあくまでも例え話なんですけども、この1から2、3して例えばで書いたこの作業、捉えるという作業を1つにしてもマキシマム1つにしても、すべての精度を上げる練習をしていけば自動的にここでマックス10という荷重がかけられるようになるってことです。まあ以上が、次に、どうやったら、こういうここでマックスを迎えられて、そこから、最もお尻が落ちるところで荷重を減らしてくるかっていうようなことがどうやったらできるかっていうのは、こういう細かいことを、一つ一つ改善していく必要があるっていう、まああくまでもこれはもう本当にこのロジックですね。これはもうこうしてくださいとかじゃなくて、こう一つのロジックだと思ってください。この尺に入るものとか練習する内容っていうのは、当然ね、一つの場合もあれば全ての能力を伸ばさなきゃいけないっていう場合もある。でもこの能力を改善すればするほど全ての動きはシンプルで短くなる。さあ、図に書くと結構ね、わかりやすく、僕も、説明できるので、いつもホワイトボードを使ってるんですけども、すべてのものっていうのは、やりたいという理想があって、それに対してどうしたらいいのかっていう、もうここがすごく重要で、で、解像度を本当に高めて細分化して何をどうしたらいいのかっていう、選手としてスプレーしていられる時間っていうのが、100年あれば、毎日毎日滑って、なんとなくそこで感じたことを改善していけば、おそらくトップに行けると。だけども、それを10年、20年で、要は時短でそれをやらなきゃいけないってなると、かなりやっぱりこのロジックというものが必要になると思うんですよね。雪の上に立つ前にどれだけ作戦を立てて、その雪の上に立つことができるか。雪の上っていうのはただ試す場所なんですよね。雪の上に行って宝探しをしてしまうような練習内容だと、本当に100年あればうまくいくと思うんですけども、それを十数年でやらなきゃいけないってなると、やっぱり正しいことをできるだけ、正確に行うっていうことが必要になります。もちろん、僕が言ってることもね、すべてではないです。やっぱり僕も行ってみて行き当たりばったりで、いや、これはこうだったなっていう遠回りをすることも当然あるんですけども、その中でもやっぱり、できるだけ頭の中でスキーをしておいた上で、あとは試す。そういう風な練習方法にしていくと、上達も非常に早いのではないかと思ってます。まあ、こういった技術的なことに特化した動画っていうのは、ずっとアップしてきてるんですけども、じゃあ具体的にどうしたらいいんですかっていう、そういう質問が多くて、まあ、レッスンに行きたいですっていう方もいれば、やっぱ遠くて行けないとか、経済的な理由、あるいは物理的な理由で来れないっていう方も結構多いんですよね。で、そんな人のためにちょっとオンラインレッスンをやろうと思ってます。で、これを、メンバーシップ動画として配信して、で、まあ、要は、僕が普段雪上で教えてることっていうのをそこでアウトプットできる場があれば、いつ何時でもみんなこう見れるじゃないですか。で、それによって、自分が上手くなってもいいし、現在自分が教えてる生徒だったり、あるいは自分のお子さんとかね、まあ、それぞれの方面にアウトプットしていけるような一つの材料になれば、いいかなと思って、オンラインレッスンを、このメンバーシップ動画にて配信していきます。これを、10月に入ったらね、また作成していくので、またそのインフォメーションは後々出していきますので、ご覧ください。またね、自分が今疑問に思っていることや不安に思っていること、また感想などね、コメントにぜひ残してください。できるだけそれに沿った内容で、動画を作成していこうと思うので、またもちろん、グッドボタンもお願いします。またチャンネル登録もね、メンバーシップ始まったらたくさんの人にね、情報を行き届くようにしたいので、チャンネル登録をしてね、待っていてください。今回のレッスン動画は以上になります。それではまた。